はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、恒例企画になってまいりました、クレールの秋服購入品を紹介していきたいと思います。今回は、秋服を、まあ、秋冬かの洋服を4万5000円分ぐらいゲットいたしました。このグレール購入品企画は結構定番になりつつある企画なんですけれども、毎回大好評をいただいているので、今回もね紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、では早速たくさんあるのでテンポよくポン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 紹介していければなと思います。ではまず1つ目がじゃん、こちらのでございます。ショート丈リブニットトップス、カラーがブラックのサイズが L サイズでございます。こんな感じの本当にシンプルなリブのニットトップス、私はブラックをチョイスしました。ブラックは本当に無難に使いやすいので、こういうトップスは1枚持っておいてもめちゃくちゃ大活躍すると思います。で、こういったリブのトップスとかってやっぱりホワイトとかも可愛いとは思うんですけど、まあ、そういうものとかだとやっぱり膨張色なので、ちょっと着太りして見えやすいアイテムかなと思うので、私はブラックで引き締め効果というかを狙っております。しかもこれは首元がちょっと詰まっているので、着太りが気になるっていう方はこういった濃いめの色を選ぶといいと思います。伸縮性がすごくあって、素材もそんなに分厚すぎないから、ちょっとこう伸ばした時に透けて見えるぐらいなので、秋口とかにすごくいいなっていう風に思います。冬はやっぱりこれ1枚だと寒いと思うので、ヒートテックみたいなのを重ねてあげたりとか、この上からレイヤードするとかして着ていくのがいいかなと思います。やばい、もう秋冬じゃんね、早っついこの間まで暑い暑い言ってたのに、もう重ね着とかヒートテックとかの話をしてるのがちょっと信じられませんが、多分あっという間に寒くなりますよね。で、このトップスは私 L サイズにしたんですけれども、ちょっとでかかったかな、 M とかでも良かったかもしれないです。結構伸縮性があったりとか、割と袖もしっかりと長めにあるので、もう少しちっちゃめでも良かったかなとは思います。ただでもこの袖が長いっていうのはすごく私は好きなポイントで、やっぱり腕が長く見えるので、結構手が綺麗に見えたりとか、そこはすごく嬉しかったです。こちらのお値段が1299円でございます。では続きまして、じゃん、こちらのトップスでございます。ショート丈ラウンドネックニットトップス、カラーがアイボリーの、サイズはフリーサイズになっております。これもショート丈のニットトップスなんですけれども、別にすごい短いっていうわけではないから、ハイウエストのボトムスとかと合わせれば秋冬でも全然着れちゃうと思います。さっきのリブニットのトップスはちょっと薄めって言ったと思うんですけど、このニットはねしっかりと分厚いというか、糸がすごく太めというかふわっとした糸なので、結構暖かかったです、着ていても。だから逆に秋の初めとかだとまだちょっと暑いかもしれない、本当に冬とか冬手前ぐらいに着ていけるような感じの暖かいニットでございます。これも首元はちょっと詰まり気味になってて、でこの糸を木になっているので、いろんな色が混じってる糸なので、おしゃみえ高見えするアイテムだと思います。これにシンプルにデニムとかと合わせたりとかしても可愛いです。で、こちらはですねもう一色購入してまして、じゃじゃん、こちらのチャコールもゲットいたしました。これもねちょっと木っぽくなってて、いろんな色が混じってるような糸です。本当にもちもちしてるからめちゃくちゃ着心地も良かったし、チクチクとかも全然しなかったので、そこもとてもいいなっていう風に思いました。これは割と私おすすめアイテムかも、使いやすくて袖の丈もしっかりあって、ちょっとこの袖はカフスが細めになってるからポワッとした感じのお袖になります。こちらのお値段が1999円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらのカーディガンをゲットいたしました。ボリュームスリーブミックスニットカーディガン、カラーがブルーの、サイズはフリーサイズになっております。これもいろんな色の糸が使われてて、グリーンとブルーとピンクかな、紫かな、ピンク味の強い紫が入っていまして、すごく可愛らしい、目を引くようなカーディガンになっております。これ前はねボタンになってるから、開けても閉じても着れます。で、このニットねめちゃくちゃ袖が長いです、すっごいロング。もう私は169センチで、結構フリーサイズとかだと特にそれだけもう少し欲しいなって思うものもあったりとかするぐらいなんですけど、私でも本当に手のひら余裕で隠れちゃうし、なんならこのカフス分ぐらい先っぽ出るぐらい長くで、ゆったりとした感じで着れるんですけど、丈は短めになっているからすごくバランスが可愛かったです。で、この縁取りもされていたりとかして、ここもねインパクトがあるし、ニットもしっかりと重みがあって薄っぺらいとかも全然なかったです。でもさっきのこのニットあったじゃないですか、これに比べると糸の感じっていうのはちょっとこっちの方がさっぱりした感じ、綿っぽい感じというかのニットになっているので、どちらかというと春とかそこら辺にも使いやすいと思います。秋
春ぐらいかなで使えるようなカーディガンになっております。こちらもですねもう一色ゲットしております。それがじゃじゃーん、こちらでございます。ベージュをゲットいたしました。これもベージュとちょっとそれよりも濃いブラウンとホワイトの3色の糸が使われてて、1枚で決めたいとかちょっとこう古着っぽい感じのファッションが好きっていう方とかはこっちの色が合うかもしれないんですけど、こっちのベージュはより大人っぽい感じの印象が出ると思うので、まあ、もちろんデニムでも合いますけど、オフィスっぽいようなきれいめのファッションをするっていう方にはこっちの方が多分使いやすい気がします。ベージュだから多分すごく馴染みやすいとも思うので、なんかあんまり一つでインパクトが出るっていうものよりかはちょっとこういったね形とかが可愛かったりとかしてアクセントにはなるんだけど、でも使いやすい無難なものが欲しいっていう方は多分こっちの色の方がいいと思います。やっぱりこのお袖がめちゃくちゃ長い分あんまり重ね着とかには向いてないかも。中に着る分にはいいと思うんですけど、この上からまたさらにアウターとかを羽織りたいってなると袖のボリュームが邪魔しちゃう気がするので、これはもう羽織として着るのがいいかなっていう風に思いました。こちらのお値段が2499円でございます。では続きましてじゃじゃん、こちらのシャツをゲットいたしました。袖スリーベイオーバーシャツ、カラーがオフホワイトのサイズはフリーサイズでございます。まあ、シャツはね本当に使い勝手がめちゃくちゃいいので、もちろん1枚で着ても可愛いですし羽織として着ても可愛いですし、なんか中に着て上からまたスウェットだったりとかニットをレイヤードしても可愛いし、本当にたくさん使い勝手のあるものなので、こちらも一つちょっとゲットしてみたんですけれども、このシャツがねちょっと想像と違ったかな。もう少し私生地はしっかりしてるイメージだったかな。結構ね透けますね。もうほんとシアーシャツっぽい感じかも。この着用画像、着用動画も中はベージュのインナーを着てたんですけど、それもちょっと透けて見えちゃうかなっていうぐらいの薄さなので、ちょっとこれは秋冬っていうよりはどちらかというと春夏の方が合ってるかなっていう気はしました。ただこの名前の通りいろんな着方ができます。普通の長袖のシャツとしても着れますし、ここにねボタンがついてるんですよ。袖にぐるっと一緒ボタンがついているので、ちょっとこう外してあげてカットアウトみたいな感じで着てあげても可愛いし、もう全部この袖取っちゃってベストみたいな感じでも着れるっていうスリーウェイのシャツになっているので、そこはすごくいいなっていう風に思いました。1枚でいろんな着方ができるので回しがめちゃくちゃ効くと思います。形もねサイズ感もすごく可愛かったんですけど、やっぱりこの薄さっていうのだけがちょっと私は引っかかったかな。こちらの値段が2699円でございます。では続きましてじゃじゃん、こちらのスウェットをゲットいたしました。裏起毛ロゴ刺繍スウェット、カラーがオフホワイトのサイズはフリーサイズになっております。で中はこんな感じで裏起毛になっているので結構あったかいです。スウェットの生地自体はそこまで分厚くはなく結構軽めなスウェットになってはいるんですけど、裏起毛になっているからそんなに薄いなっていう感じはしないかも。しっかりあったかいんだけどでも軽いスウェットっていう感じで、この前の刺繍はこんな感じでシルバーっぽい感じかな。ちょっとこうメタリック感のあるような糸で刺繍がされております。サイズ感も大きすぎるわけでもなくちっちゃすぎるわけでもなく、ブカッとふわっと着れるようなスウェットっていうんですかねになっているので、いろんなボトムスとかとも合わせやすいと思います。お尻は隠れなかったかな、お尻は隠れなかったんですけど、まあ、でもこの幅だったりとか袖の感じとかは結構ゆとりがあって可愛く着れるスウェットかなと思います。こちらのお値段が1699円でございます。では続きましてじゃじゃん、こちらでございます。リボン付きスタンドカラーミリタリーベスト、カラーがカーキのサイズはフリーサイズでございます。ベストってめちゃくちゃ使えるんですよ。もう本当にこれはオールシーズン使えると思ってて、これから秋冬は中にニット重ねたりとかしても可愛いし、スウェットとか重ねても可愛いし、春とかはなんかブラウスとかシャツとか T シャツとか重ねても可愛いし、夏はまあ1枚でも着ても可愛いしみたいな感じで、本当に着回しの効くアイテムです。このベストは結構素材は軽くてちょっと薄手な感じのベストになっております。前の通りこの襟が立つ感じのものになっていて、ちょっとハイネック気味な感じになります。まあ、でもボタンになっているからちょっと前開けて開いて着ることもできたりするし、いろいろこれもね本当に着方がありますね。ポッケも大きめなものが前に4つボン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 とついて、3つだった3つついております。でこちらはトラバリもゲットしていて、じゃん、こちらのアイボリーです。でこれちょっと見にくいかもしれないんですけど、裾のところにね紐がついてるんですよ。ここにこれ
これがドロストできるようになっているので、裾をちょっとこうキュッとすることもできます。開いてももちろん可愛いですけど、キュッてしてあげてもヒュッと裾がヒュッとなるので印象が変わって可愛いです。これも自分で調節ができるので紐になってるからいいなと思います。丈感は長めだったので、お尻も隠れるぐらいの丈感があったので、なんかショート丈のボトムスとかと合わせて着ても可愛いし、これもいろいろ着回しそう。こちらのお値段が2599円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。フリンジショート丈ニットカーディガン、カラーがアイボリーのサイズは L サイズをゲットいたしました。ちょっと珍しい感じのカーディガンだと思います。私にしては結構女性らしいような、女の子っぽいような感じのデザインのカーディガンなんですけれども、前にもなんか私言ったかなと思うんですが、なんかこういうちょっと女性らしいアイテムをあえてデニムとかと合わせてカジュアルダウンさせて着るっていうのが私は結構やりたいなっていう風に思ってて、デニムにキャップとかスニーカーとかと合わせても可愛いと思うんですけど、そういう感じの合わせでこの女の子らしいアイテムをボーイッシュなアイテムとあえてミックスしてみたいな感じのコーディネートをしてみようかなと思ってゲットしました。でこれニットになっているので結構こう伸縮性もあったりして柔らかい感じのカーディガンになっております。分厚め、厚手な感じがあって結構もちもちとした感じになっているので、割とあったかそうだなっていう風にも思います。する丈もしっかりとありました。前のボタンももちろん取れるようになっているので、羽織として着ても可愛いし、そのまま締めてトップスみたいな感じで着ても可愛いです。こちらのお値段が3199円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。セットアップをゲットしました。チェック柄カーディガン×ミニスカートシャギーニットセットアップ、カラーがブラックのサイズは L サイズでございます。これもね、さっきのカーディガンとちょっと似たような感じのデザインのものなんですけれども、こっちの方がより生地感的には薄めになっております。首元も結構広く開いていて、でこっちの方が若干する丈も短かったかな。あとはシャギーニットになっているので、ちょっとこう毛足の長い糸がピョンピョンピョンと出てる感じの、ふわふわとした感じのニットですね。でこれはセットになっているんですけど、下はこんな感じのミニスカート、タイトなミニスカートになっております。これはボタンとかは一切なく、本当にシンプルなミニスカートです。でウエストはゴムになっていて、形もちょっと A ラインまではいかないけど、ちょっと広がってるかな。ウエストが細めになっているスカートになっております。でまあこれはね、セットできてももちろん可愛いんですけど、やっぱりセットできるとちょっと私は女の子感が強くなってしまうかなと思ったので、私はまあ別々で着たら可愛いかなと思ってゲットしてみました。上はさっきみたいな感じでデニムとかと合わせたりとか、なんかあえてスウェットみたいな感じでダルギーっぽいものを合わせても私は可愛いと思うし、カーゴパンツとかでも意外と可愛いんじゃないかなっていう風にも思います。スカートの方はなんかスウェットとかフーディーとか合わせてもいいだろうし、チェックの柄がアクセントになるので、上はシンプルなものとかでも可愛いかなっていう風に思います。こちらのお値段が3299円でございます。私的にはやっぱりこっちのカーディガンよりはこっちのカーディガンの方が高見えするかな。まあお値段もセットの金額って考えるとこっちの方がちょっとお高めではあるんですけど、こういうのちょっと探してるっていう方は参考にしていただけたらと思います。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ドロストキャミワンピース、カラーがブラックのサイズが M サイズでございます。スリットのところがドロストできるようになっていて、自分で長さが調節できます。肩紐もこんな感じで調節ができるようになっていて、ウエットのところはゴムになっているんですよ、裏が。なので着やすいワンピースですね。私はこのワンピースちょっと丈感がもう少し欲しかったかな。結構微妙な感じの丈感かなっていう気がしたので、ロングブーツとかと合わせたらそんなに気にはならないかなと思うんですけど、ショートブーツとかと合わせると若干気になっちゃうかも。丈感がドロストしていることでちょっと形が崩れやすいのかなっていう風に思うので、あんまりこう綺麗ではなかったかな。正直生地はこれ1枚なんですよ、裏地とかはなく1枚なんですけど、でも透けるとかっていう心配はない感じの生地ではあります。こちらの値段が2399円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。
ッパースリットニットロングワンピースカラーがブラックのサイズは L サイズでございます。こちらですね、今着ておりますこのワンピース、これと色違いのワンピースになります。こっちがチャコール。このワンピね、形がすごく可愛くて、今着てるのでわかるかなと思うんですけど、襟のところがすごく可愛いんですよ。アシンメトリーになってて、チャックで上げれるんですけど、ちょっとこういった感じで首元詰めて着てあげても可愛いし、このチャックを下ろしてあげて、こんな感じで少し肩を落とすようなイメージで着てあげても、デコルテがすごく綺麗に見えるので、こういった着方も可愛いです。でそれだけもしっかりと長さがあります。で裾のところにはスリットが入ってます。このチャックの終わりのところからスリットがフィット入ってました。でこちらのニットはですね、結構ニット自体はあっさりめなニットです。綿っぽいというか、だから春とかにも着やすいとは思うんですが、結構あったかい気がする。私今これ着ててめちゃくちゃ暑いんですよ、実はエアコン入れてはいるんですけど、まだちょっとさすがに暑いです薄いってわけでもないので、しっかりと防寒はできるかなとは思います。で伸縮性もあるニットなので、着心地も大丈夫です、苦しくないです。こちらのお値段が2499円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。ハイウエストリブニットショートパンツ、カラーがアイボリーのサイズは M サイズでございます。これも結構ニット自体はあっさりめな感じのニットになってて、このワンピースとちょっと似てる感じですかね。ただリブの太さがこっちの方が太めになってますね。これちょっとね、ウエストが分厚いんですよ。ゴムのところが二重になってて、しかも中にゴムも入ってるから結構分厚くなってるので、ちょっとこの腰回りが分厚きやすいかなっていう風には思いました。バランスが取るのがもしかしたら難しいかも。ハイウエストすぎちゃってもちょっとバランスが取りづらいかもしれないので、クロップド丈のトップスを着るか、逆にオーバーサイズなものとかを着てちょっと見えるぐらいで履くとかっていうのが私はいいかなっていう風に思います。でもこれアイボリーなんですけど、透け感とかはあんまり気にならなかったかな。こちらの値段が1299円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。センタープレスショートパンツ、カラーがブラックのサイズは L サイズでございます。ブラックのショートパンツなんですけれども、このパンツはね結構薄めです。布もこれ1枚だけなので、ちょっと薄さが私は気になりました。でウエストは後ろはゴムになっているので、そこはとても着やすかったです。で前のボタンがこんな感じでついております。後ろのポッケはフェイクになってて、かつサイドにポッケがついてる感じですかね。でシルエット的にはちょっと広がっていくような感じのシルエットになっております。股下は結構短めだけど、めちゃくちゃハイウエストです。足長効果は結構あると思います。こういうブラックのショットパンツって、とした時にあったら嬉しいアイテムだと思います。結構何でも合わせやすいと思うから、割とコーデに困った時とかは使えるようなパンツにはなっているかなっていう感じです。こちらのお値段が1799円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。これもですね、さっきのキャミワンピと結構似ていまして、ドロストスリットタイトスカート、カラーがブラックのサイズは M サイズでございます。ここにスリットが1個入ってて、その上がドロストできるようになっております。でこれも後ろはウエストゴムになっているので、履き心地も良かったです。でサイドにチャックも付いているので、ここで着脱もできます。これはね、若干こうツヤ感になるっていうか、若干サテンっぽい感じの生地かな。さっきのキャミワンピと多分同じ生地ですね、だと思う多分まあただこれもやっぱりちょっと形がもしかしたら崩れやすいかもしれないですかね。こちらのお値段が1899円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。センタープレスワイドタックロングパンツ、カラーがブラックのサイズは M サイズでございます。これね、めちゃくちゃ丈もしっかりとロング丈で、ちゃんと下まであったので、そこもとても良かったです。でこれはね、ウエストはゴムが入っていないので、サイズにはちょっと注意かなとは思います。こういうブラックのロングパンツって色々使いやすくて、スウェットとかと合わせても可愛いし、ニットに合わせても可愛いし、まあ秋冬限らず春夏とかでもめちゃくちゃ使えるアイテムです。1枚持っておいてもいいと思います。これもね、生地しっかりとしていて、若干伸縮性もあるので履き心地も良かったのと、形も綺麗でした。スラッと足を見せてくれると思うので、このパンツは結構おすすめかな。生地はちょっとほんのちょっと光沢のある感じの生地になっていますかね。
なので結構スーツっぽい感じかなに見えるかも。でこれはカラバリもゲットいたしまして、こちらのオフホワイトもゲットしました。またさっきのブラックのパンツとは結構印象の変わる感じで、よりきれいめに見えるかな、合わせ方にもよると思うんですけど、よりきれいめな感じに見えたりとか、まあコーデがパッと明るくなると思います。秋冬って結構暗くなりがちだと思うから、こういうパンツ1個持っておいても使えそうだなというふうに思います。でこのパンツはホワイトなんですけど、透け感もそんなに気にならないです。結構生地がしっかりしてるので、めちゃくちゃ派手な下着とかを着なければ多分大丈夫だと思う。テンパープレスが入っているので足をねスラッと見せてくれます。こちらのお値段が1799円でございます。では続きましてラストでございます。ラストがじゃーん、こちらでございます。ストレートデニムパンツ、カラーがブラックの、サイズは M サイズでございます。ブラックなんですけど結構色合わせた感じのパンツになっているので、割とグレーっぽい感じの色合いですかね。このようなデニムはですね、結構伸縮性がしっかりと効いてるデニムになっているので、めちゃくちゃ履き心地も良くて動きやすかったです。で私今回 M サイズにしたんですけど、こんだけ伸縮性もあって、で割と太めに作られている気がするので、もう一個ちっちゃくても良かったかなって思いました。ウエストは割と低めっていうか、ジャストぐらいかな、ローライズでもなくハイウエストでもなくっていう感じの丈感というかウエストです。ところどころにこういった感じでダメージがピッと入っているので、結構こうヴィンテージっぽいような感じですね。色あせているしヴィンテージ感の強めなパンツになっております。丈感はそんなに長くはないので、引きずるようなデニムが欲しいっていう方とかはちょっと物足りないかなっていう風に思います。なんかこうちょっと短めの丈で靴下を見せて履いたりとかするような感じのパンツかなと思います。普段モノトーンなファッションが多いっていう方とか、ブラック系のファッションが多い方とかで、ちょっとこう抜け感が欲しい時とかって多分あると思うんですけど、そういう時に割と使いやすいと思います。黒一色とかだと結構重たくなりがちだったりとか、コーデに抜け感が出なくてなんか芋っぽく見えちゃうなっていう方とかは、こういう色合いのパンツとかを持ってきてあげると抜け感もしっかり出て、こなれ感も出て、おしゃれに見えるかなと思います。じゃあのお値段が2199円でございます。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。計20点ゲットいたしまして、合計が 44,580円でございます。めちゃくちゃお安い。これが秋冬の購入品だと思わないですよね、さすがに。安すぎてびっくりですね。今回もねしっかりとたくさんのものをゲットしてみましたが、本音でレビューをしていきましたので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。このグレールの購入品企画は皆さんからもリクエストをたくさんもらうので、引き続きまた今回秋冬だったので、またなんか違うシーズンとかでやっていけたらなと思います。でこのグレールの購入品企画でいつも恒例なんですけれども、インスタグラムのリールの方に今回の購入品を使ったコーディネートを4体ぐらいかな組んであげようと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。